この第7戦がポイントとなるでしょう。さあ、ウィメンズの戦いが間もなくスタート。シグナルが青になってゲートオープン。飛び出していった。5選手のウィメンズ。さあ、まずはオールショット。後枠から V には向かいが飛び込んでいった。さあ、ここは取り切ったか、向かい勝子インコース。そしてアウトからは、これは黒いマシン川村か。またいいスタートを見せている。しかし石川も続く。さあ、インコースアウトコース分かれて、ここからファーストミッション、どちらが先に飛び込んでいくか。まもなく合流地点。さあ、アウトはどうやら川村のマシンが先、そしてプロを抑えて先にファーストミッション飛び込んだ。見事な走りだ、川村。勇気が取り切っている。さあ、ホームストレートに戻ってきたぞ。なんと驚異だ。予選でも素晴らしいライディングを見せた。その後ろには向井、石川、榎並、田中海が続いて、最後方は塚村エリカ。なんとプロクラスを抑えてファーストミッション。飛び込んだのは21番の川村ゆきマーキン、マリンメカニック。いやー、すごいですね。バックに入りました、沖合から。さあ、ここから大きな波、うねりを感じることでしょう。共に戦ってきた仲間たち、この2015年そして混戦となっています。プロのクラス、そしてオープンウィメンズ。さあ、そのトップ争い、なんとここで大きく前に出ました。川村を抑えられたか。さあ、もうすでにプロの意地を見せて、向井が前に出て、石川がどうやらここから遠くで非常に見えにくいんですが、あのバックに入った24、25V あたり、この間の沖合で駆け引きが始まりました。川村を抑えられたか。さあ、その向井がトップに出てインコース入ってきました。それを追うのは石川榎並です。川村は現在3番手。しかし素晴らしい走りです。それを追うのは田中海、15番目に差し掛かります。そしてまず向井勝子。さあ、向井が先にいた。石川が V ニアを狙ってくるんですけども、ホームに戻ってきます。トップ踊り出ました。絶景ナンバー3番向井勝子、ゴーゴーヘブン。さあ、向井は昨日からの連勝を狙っていきます。昨日もうちょっと周回数があったら抜くことができたかもと、そんなコメントを残していた石川榎並ですが、では早めの仕掛けを今日は期待したいです。さあ、そのライダーたちが沖合に出ました。25番目差し掛かります。そして26番目、ここからチョイス目に入ってきます。さあ、3番向井勝子、ゴーゴーヘブンです。レースは5周目に入りました。そしてタイムが2秒切っています。さあ、この辺りまだ大きく縮めることはできません。後ろにピタッとはつけているんですけども、石川榎並周回数残り2周ということになりました。全ライダーが沖合に向かって24番V 通過しています。向井勝子、石川榎並、田中海、プロクラスの上位。タフな昨日のコースでしたと田中海が予想していました。今日も同じ条件でしょう。さあ、どこまで粘りを見せてくれるのか田中海なんですけども、一つの上に上がりたい石川榎並に食らいつくことができるでしょうか。ラスト一瞬ということでホワイトフラッグが掲げられております。そしてトップワンツーとの差が広がりました。約3秒近くに広がっています。さあ、これは突き抜けてリードを広げました。向井和子、昨日と続いての連勝となるんでしょうか。ラスト一周だ。さあ、バックに入っていく石川榎並、どうだ、体力を蓄えているんでしょうか。ラストスパートかけるか。26番目に入っていた向井和子、
コースから、そして石川も結局同じインコースということになりました。そうなるとこの上位陣は落数以外は変わることはないでしょう。向井和子を粘っています。さあこの第7戦も向井和子に軍配が上がるか。さあこの第7戦のガマゴーリ、そして田中恵美は安定した走りで3番手をマークしています。後続ともに河村勇輝、塚村恵梨香も最後まで諦めないレースを見せている。その向井和子が15番 V を通過して間もなくラストターン旋回ということでホームに戻って、どうやらチェッカーフラッグが用意をされました。昨日から V 勝ベルト抜けナンバー3番は向井和子、ゴーゴーヘブン。そしてセカンドフィニッシュは続けナンバー8番石川恵美、シーズントレーシング。3番手はここはしっかりとマークをしまして戻ってきます。ゼッケンナンバー55番は田中恵美、ゴーゴーヘブンがゴールを決めました。